トロピカルージュ、プリキュア、ゆるキャン、ブルーピリオドなど、さまざまな話題作に出演している花森ゆみり、花森ゆみりさん。初主演映画、ガラスの花と壊す世界が、第28回東京国際映画祭で上映され、レッドカーペットを歩いたことでも知られています。今回は、そんな花森さんの大学の噂を調べてみました。結婚説や引退説、怪我で役を降りた出来事なども、合わせて紹介していきましょう。花森ゆみりのプロフィール、愛称、ゆみりん、ゆみみ、花べえ。本名、不明、生年月日、1997年9月29日。身長、157センチメートル。出身地、神奈川県。最終学歴、大学卒、学校名は不明。所属事務所、MI、目次、花森ゆみりに東大出身の噂。結婚と引退はデマ、怪我が原因で、リ、ステージを卒業、声が可愛いと評判、花森ゆみりに東大出身の噂、花森ゆみりさんは、通っていた大学を公表していません。そのため、学校の名前は分かっていませんが、ネット上では様々な噂が流れています。東京大学はトークショーが行われただけ、花森さんの出身大学としてよく名前が出てくるのは、東京大学です。しかし、この噂には根拠となるものが何もありません。有名人の学歴の噂には、自分は同じ学校だったから間違いないと主張する人がたびたび出てきますが、そうした謎の人物の出現もないようです。ほとんど情報がないのに噂が広まっている理由は、おそらくトークショーでしょう。この情報が拡散されるうちに、花森ゆみりは東大出身という話へ変化したものと思われます。他の噂も信憑性はない。花森さんが通っていた大学の候補としては、慶応義塾大学や芦洗学園音楽学校もあります。慶応の在籍情報を見たという証言もありますが、それらしき情報は出回っていないようなので、かなり怪しい噂です。芦洗学園音楽学校についても、確かな情報はありません。花森さんの出身地である神奈川県の大学なので、地元の学校ということで名前が出ただけではないでしょうか。結婚と引退はデマ。花森さんには、結婚して引退するらしい、という噂が出ているようですが、これはデマです。2021年現在、花森さんは独身であり、過去に結婚したこともありません。結婚説が出てきた理由は、花森さんの偽の妹が投稿したツイートです。すでに削除されていますが、眠りというアカウントの主が花森さんの妹であるような匂わせ投稿を行い、ファンの間で話題になっていました。2018年、この眠りが、花森ゆみりは塩谷文義と同棲しているとつぶやいたことから、噂が広まったようです。しかし、眠り自身が嘘であることを認めており、同棲の事実はありません。塩谷さんの所属事務所も、噂を否定するツイートをしています。そもそも、ゆみりは花森さんの妹などではありません。花森さんは、本当の妹を巻き込んだ噂に強い憤りを感じたようで、否定のツイートをしています。おそらく、花森さんに悪意を抱く何者かが、妹のふりをして根も葉もない噂を流したのでしょう。怪我が原因で、リ、ステージを卒業。花森さんには、膝の負傷が原因で演じられなくなった役があります。それは、RE、ステージに登場するアイドル、五村遥です。リ、ステージは声優のライブが人気のコンテンツであり、花森さんもステージで歌とダンスを披露していました。しかし、2019年に膝の不調を検査した際、膝蓋骨亜脱臼及び半月板損傷と診断されてしまいます。
この怪我で膝に負担のかかる仕事ができなくなり、ステージでのパフォーマンスが重要な五村春香役をやむなく降板することになったのです。花森さんの卒業後は、峰内智美さんが役を引き継いでいます。ファンの中には、声優なのにダンスができないから降板なのか、といった違和感を抱く人もいたようです。確かに、声の演技だけなら、怪我を治療しながらでも役を続けられたかもしれません。残念なことではありますが、ダンスを必要としない作品はたくさんあります。花森さんの実力なら、ダンスなしでもいろいろな作品で活躍できるでしょう。声が可愛いと評判、声優として様々なキャラクターを演じている花森さんですが、可愛い声の演技は、特に好評のようです。トロピカルージュ、プリキュア、や、アイドルマスターシンデレラガールズ、での演技を聞いてみると、確かにとても可愛いことがわかります。この魅力的な声を活かし、キャラクターソングもたくさん歌っている花森さん。これからはどんな声を聞かせてくれるのか、とても楽しみな声優さんです。